皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月31日、17時5分、数日前にアップロードした内容でですね、食料品関係のことについて、まあ、述べさせていただいてたんですが、ロッテの皆さん、私の方の、申し上げてたことは、間違っていました。直売の件ですね、価格が298円の時、古くなっている、それでジンマシンが出たというような発言を私はしてたんですけど、違いました。翌日同じように、まだ、まあ、同じ、まあ、8つほど、入ってるんですかね。で、そのまだ残り食べてない4つ、食べてみました。だけどもジンマシン出なかったんです。だからチョコパイではありませんでした。これは、イオンさんの方の、まあ、食料品のその半額か、まあ、30% 引き 40% 引きの時間帯の食べ物で夜に買った分ですね。で、まあ、その辺のことに関して常温で、まあ、置いてるっていう部分もあるんですが、まあ、その扱う食材の時点ですね、その時点で古くなってないかどうか、あとは、まあ、冷凍餃子に関しても生産過剰の感はありますね。やはり店頭に並べられてるところのスペースと量はやっぱり多い。味の素さんと王将さんと、トップバリューさんの冷凍餃子ということで置いてる量が非常に多いと。これは明らかに生産過剰になってます。それとあともう一つ気づいたことは、たまに餃子の王将さん、味変わってませんか？冷凍餃子の使ってる肉、違う肉入ってませんか？この間食べた時に味でなんとなくわかるんですよ。で、まあそれはその豚肉と牛肉の合いびきの比率の違いなのか何なのかはちょっとわからないですが、鶏肉を混ぜたとかはないですか？あとはまあそこは餃子関係はね、トップバリューさんの方の178円の時ですね。それは餃子だけを限定にしてその日食べていてジンマシンが出てるので、長い間解凍するのに時間をかけてたっていうわけでもないんですよ。だからその辺のところはまず間違いがないのと、あとはまあ常温で、販売されている食べ物と、あとはイオンモールさんのところで言うと、まあ、神戸市北区の、藤原台のイオンモールさんなんですけども、昼間に 30% 引きで、販売されてたお惣菜に関しては、あの件に関してはほぼ100発100中でジンマシン出てました。あ、もう昼間の 30% 引きの時のお惣菜は買わないようにしてます。まあ、時刻で言うと14時ぐらいなんですけども、ちょっとね、そのお惣菜に関してもその全般的に生産過剰、作りすぎですね。その辺のところまずしっかりと生産体制、もうこれ多分日本中のスーパーマーケットはそうなってると思います。まあ、これ国会議員の人たちも、まあ、保健所の人たちも、各都道県知事、市長、各議員さんも食料をまずしっかりと固めなければなりませんので、人口はずっと減ってます。で、この辺のところがね、円安の件によって海外からお客さんが来るから、だからみたいな話になってるんだだとしたら、それはもう見当違いのところであって、海外から来られた人でまず冷凍食品を食べられる方いらっしゃいません。まず本当にほとんどの人がね、留学生とかでこう何ヶ月何年とか滞在される方たちとかでしたら、まあ日常的にスーパーマーケットに食べ物を買いに行くような立場の人たちだったら、買うと思います。だけども、普通に遊びなので観光旅行で来られてる人たちが冷凍食品買って食べるかって言ったら、そこの現地で。それはもうほぼほぼありません。ですので、その辺のところ生産体制、これね、ちょっと地域間でうまく行ってもらわなかったら、例えば、岡場のトップバリューのその餃子に関してもそうですし、王将さんと、あと味の素さんの3種類があるでしょう。お互いちょっとどういうふうに、原産体制をするかっていうところをしっかり行うのと、あと、私の自宅の近くに、無人の餃子の販売店があるんですよ。これ、どうやら、この辺だけじゃなくて、他の場所にも、作られてる、みたいですけども、
そこで余ったもの流れてきてませんか、スーパーマーケットの。だからそこはまず生産過剰になってると思うんですよ。だからそこはまずあの生産体制を、減らしてもらうというような形をしっかりと行う。で、まあ、スーパーマーケットの方からもそんな数 うちでも引き取れませんと、まあ、そういうふうなことを、言っていただくと、まあ、こういうことですね。まあ、この間のそのジンマシンに関しては、ロッテさんの件ではなくて、ただね、アーモンドチョコレートのトップバリューさんの198円の時、もともと売り値は298円ぐらいなんですよ。278円の時とかも大丈夫だと思うんですけど、198円の時は相当期間が来てるんじゃないですかね。それもあの、たくさん食べたらなんですけども、あのジンマシン出てるんですよ。だからまあ全般的にその人口はねずっと減ってきてるっていうことを考えたときに、やっぱり全ての食料に関してあの生産過剰になってる。だからどこか一つの棚が売り切れがあってもいいぐらいなんですよ、きっと。そのおやつに関しても、まあ、全般的にその辺しっかりと調整していただきたいですね。あとはまあ常温で置いてる、食料関係ですね。やっぱり作りすぎ感は否めませんね。他にもあの常温じゃないところのそのまあ鮮魚関係の刺身とかでもまあ夜の時間帯になったら半額19時半ぐらいその前後、まあ雨が降ってる時とかでしたらたくさん切り分けてしまってる時は早め早めに半額にしたりはしてるんですけども、まあ、全般的にそういうふうなところを含めて、生産体制っていうものを、対応していただきたいなと思います。以上です。ちょっとあの、その、この間ロッテのことを言ってたがゆえに、その、プロ野球のね、その、勝ち負けのところでロッテの試合に影響が出てるんじゃないかと、そういう懸念がありましたので、まあ、申し上げさせていただきました。だからね、まあ、その辺のところをしっかりと、今ね、まあ、対戦、最初開幕して対戦チームは日本ハムさんだったんで、まあ、日本ハムさんからしっかりと、勝ち越すような形で、取り返していただけたらいいんじゃないかなと思います。以上です。だからまあ、おやつに関しても、その、ロッテさんはロッテさんの方で、その、生産過剰には、なりかけてる感は否めませんので、それは他のお菓子のメーカーさんと、ちょっと話し合っていただいて、生産台数、ちょっと減らしていきましょう。これはもう各食料品、トップバリューさんもそうですし、他のまあ冷凍食品とかも僕は食べてないだけで、危険なものあるんじゃないですか。昔と比べて品物の数が増えてますから、そう簡単に売れたりしないんですよ。以上です。皆さん、政府と、生産されている、会社の皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。